渡辺隅子は日本の元陸上競技選手、指導者。1930年代前半に日本陸上競技選手権大会の女子100メートル、総幅跳び両種目で3連覇。1932年ロサンゼルスオリンピックに15歳で出場した。陸上競技のオリンピック日本代表選手としては最年少。梅村学園2校主の梅村明と結婚して、 梅村住子となり、中京大学で教育と陸上競技指導に当たった。シルビア・シドニーと並んだロサンゼルス五輪日本女子リレーメンバー1916年11月28日、愛知県名古屋市出身。若年時より陸上競技を始める。名古屋高等女学校に在学中、1930年にチェコスロバキアのプラハで開かれた第3回女子。 国際競技大会に参加。翌1931年から1933年まで日本陸上競技選手権大会短距離女子100メートル走にて3年連続優勝を果たす。特に1932年大会の優勝タイムである12秒には当時の日本記録であった。1932年ロサンゼルスオリンピックに出場し女子100メートルでは準決勝敗退。 女子400メートルリレーにて5位入賞という結果を残している。このロサンゼルスオリンピック時に渡辺は15歳でオリンピック陸上競技日本代表選手として最年少での出場であり80年以上経った2020年現在も更新されていない。ロサンゼルスオリンピックの後に梅村学園二大校主の梅村生命と結婚。結婚後は梅村住子を名乗る。 第二次世界大戦で、夫が出生し、戦後のシベリア抑留で不在の際には、学校法人、梅村学園園長代理を務め、学園経営に尽力した。一方で指導者、教育者としては、中京大学体育学部教授を務め、また、中京大学陸上競技部女子部の初代部長を、監督兼任で務めた。1964年の第18回東京オリンピックでは、 女子チーム強化コーチを担当した2010年11月2日老衰のために死去93歳を打つありがとうございます。